これもはい、ということで、アベマ LDH 公式インスタグラムをご覧の皆さん、こちらの佐藤大輝です。こちら、アップしてるんです。そのアカウントもぜひチェックお願いします。わー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 、2画面でお届けしたいと思います。はい、そして、今回はですね、ジュニアエグザイル総出演のですね、2時間スペシャルということで、お祭り騒ぎ副音声が2画面でって言ったらどう見ても1画面だよ。公式でパコってなるわけでもない。2アカウントで別々になるんでね、2画面じゃ負けるな、負けるな。という感じで、今日も本当にどういう感じですかね、騒いでいきたいなと思いますけれども、じゃあトップバッターでご出演いただくジェネレーションの皆さんです。お願いします。ご紹介いただく前にまだもうすでに皆さんもすいません、ごめんなさい、お先皆さんでご出演スタジオしていただくのは初めて。初めてですね。そうですね、初めてです。メンディさんも早くも初めてでしょ。僕スタジオ初めてです。これ初めて。メンディさんもこれ、え、これそうなの。やめてよ、やめてよ、やめてよ。はい、スペシャル。メンバーに言っていい言葉じゃないから。だからあと8分もたんで、まあ、あのこちらアベマ公式ツイッターの方で事前にちょっと皆さんに対する質問をちょっと募集させていただきましたので、いくつかちょっと答えていただきたいなと思うんですけれども、まずは、まあ、ライブ当日がハロウィンということもあるので、ハロウィンの思い出などある方いらっしゃいますか。ハロウィンの思い出でなんか仮装、こんな仮装したとか。俺、大輝と、大輝覚えてる、世界さんと3人で渋谷行った。めちゃくちゃ覚えてます。2、3年ぐらい前。もっと前でしたっけ。4、5年、5、6年前じゃん。いや、やば、はい、来ましたね。3代目のツアーで、サポートダンサーで出たの、大輝さん。はいはいはい、あのエリーさんのさ、バックダンサーの曲あったの。はいはいはい、あの仮面、黒い仮面のあれ、あのツアー終わった後にもらったやつが、うちから出てきて、で、俺ん家に大輝と世界さんがいて、マジでうずうずして、あれ被って渋谷に行った思い出だ。でも、ね、ね、ほんと5年前ぐらい、めちゃくちゃじゃあもう馴染んで普通に街楽しんでたみたいな。で、あの世界さんがめちゃくちゃ踊ってた。ちょっとギャラリー集めてビビって帰ってくる。人集めちゃったね。最近も覚えてます。僕覚えてますよ。その時の動画もたまに見ます。動画あるよね。あります。でも見たいなそれ。たまに見返してるんですよ。見返します、見返します。あれちょっと見たいんだけど。いや、でもいつでも出せますよ僕。マジで。はい。すごいよ。ガチャ。本番出しますよ、もう確認しておく。あれめっちゃ面白い。はい。なんか、ちょっと街中、ちょっと変装して出てみます。あ、僕、ハロウィンが、DJ としてデビューした日なんですよ。初めてデビューした。で、しかも、渋谷で、あの、初めてクラブで DJ したのがハロウィンですね。あ、そうか、これ。ガッってやつが違う。印象がすごい。やってないの、その時やってないの。でもその渋谷でね、それこそ渋谷ですよ。なあ、渋谷でデビューしましたから。すごい、ありがとうございます。渋谷、じゃあ続いてはですね、ライブ前、緊張と楽しみどっちが大きいですか。これあれなんですもんね、事前にあのツイッターで募集していただいて、ファンの方が気になってる質問。ご質問。ファン前でも、いや、でも人によるんじゃないですか。人によるんじゃないですか。全然。緊張大きいって方。あ、はい。いつも入っちゃいますね。嘘はダメですか。ナイーブだね。本当ですか。酔っちゃう。ゆうたさんも直前までなんか YouTube 見られてるっていう話聞いたんですけど、それも緊張は。あれはそんなバラエティーですか。え、そういうこと言っちゃうんですか。いやいや、え、怖っ。そう、そんな真顔でそんな。嘘嘘、直前まで見てるけど、はい、直前2分前とかになるとめちゃくちゃ緊張してくる。へぇ、意外なギリギリにスイッチ。そう、緊張が5分10分前は余裕だけど、2分前とかになるとやばくなる。へぇ、はい、3緊張。緊張派ですね。はい、りょうたくん全然緊張しないよね。本番2分前まで赤ワイン飲んでるもん。あははは、時はね、回してるんですよ。回してるんですよ。で、綺麗に出てきた方はもう緊張しないから。ジュンさんも、ここが、まあ、普通に毎回うんこ漏らすけど、別に普通に、全然普通じゃない。それぐらいやっぱリラックスされてるってことですね。逆にね、言ってるけど大丈夫。そろそろお時間が、時間がね、このまま行きたい。このまま、は
い、ということで、はい、インスタライブの公開版をアップしますので、ぜひ皆さんフォローしてお待ちください。はい、はい、ということで、この後8時から SHIBUZAIRO 2時間スペシャル見てください。お願いします。終了します。どうぞ。終了します。あ、こっちもだ。バイバーイ。